来週は今シーズン一番の寒気が南下することで、はい、関東でも雪が降る可能性はありそうですか？そうなんですね、うん、まあ、通常寒気が南下してくるときには日本海側は大雪ということなんですけども、はい、太平洋側でもということなんですね、うん、でその寒気の様子なんですけどもこちらになります。左上に24日と書いてありますけれども、これ時間ですね、はい、そして今ご覧いただいているのは上空1500メートル付近、地上で雪になるかどうかといったラインがここに書いてあるわけなんですけれども、時間を進めていきますと、このマイナス6度のラインが西日本から東日本、一時ですけども沖縄にまで下がるんですね。そして25日までかかり続けるというような状況になりそうです、うん、でこの時の状況、天気はどうかという形になるかというのは天気図で変わってきます、24日がこちらになりまして25日がこの天気図になるわけですけども、はい、このへこんでるところ、ここがポイントになりそうなんですね、うん、ということでこのあたりをちょっとこの辺を拡大をして、まあコンピューターの計算結果がどうなっているのかを見ていきたいと思います、これいろいろな国が出しているコンピューターの予測で GSM と書いてあるのが日本の気象庁、はい、でここに23年1月24日0000Z って書いてありますけど、世界標準時、うん、日本時間にするとプラス9、9時、朝9時になります、はい、で、日本のモデル GFS、 これがアメリカのモデル、そして、オーンって書いてあるのがウェザーニューズの独自モデル、うん、そして ECMWF というのが、ヨーロッパのモデルなんですが、先ほど拡大して日本海にこうへこんでた部分があったんですけども、この部分に注目して、予想を進めていきますと、はい、全部4つ同じモデルなんですけども、降水範囲とかが違っているのが分かるかと思います、うん、で、これ例えばこれ日本はウォンウェザーニューズの予報ですと関東には、降水域ないんですけども、ね、ヨーロッパの方で行きますと、24日の夜のあたりで、降水域が出てくるんですね。で、その後強まりながら東の方に抜けていくというような形になりまして、各、まあ、コンピューターの予想結果によってで、予想によってですね、随分と違ってくるということが分かってます、はい、で、まあ、これだけの違いがありますので、どのぐらいのこう、確率で雪が降るかというふうに計算したものがこちらになります、はい、ヨーロッパは先ほどの、ね、モデルを中心に1センチ以上の雪が降るかどうかというのを確率という形で示したものがこちらになるんですけども、青色、濃い青色ほど確率が高い、白っぽくなれば確率が下がるということになります、はい、でそれで見ていきますと 20% のラインというのが東京湾からちょっと埼玉の方に広がって、また神奈川の西部の方にこう下がっていくということになります。ですから千葉などは 20% から 30% の間で、1センチ以上の雪が降る。東京都心ですとこれは 10% から 20% の間で雪の可能性があるということを示しています、はい、非常にこう寒気が強いということで、日本海側で降った雪が、そのまま、山を越えるっていうふうに考えてもいいですし、うん、先ほど計算したものが出てきたように JPCZ のラインの一部がね、下がってくる、それで雪が降るという見方でもいいですけども、はい、まあ、基本的な考え方としては同じことを言ってるんですが、うん、今回は寒気が強いということで、通常雪降らない関東でも雪の可能性があるということはこういったところからわかるかと思います。わかりました。これだけ雪が降る可能性があるということで気温も下がりそうなので、水道管の凍結などにも気をつけていただきたいと思います。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。